Hello， 大家好，我是阿文，今天继续玩 WSL 无限瞬间。然后上一集呢，我们就还有很多还没处理，现在我们要去处理一下。好的，先去抓斯纳那个 IC 给的店。立法，你等一下，我先去抓 IC 的。よしよし。在这边吗？还是在房间？也是这个。キリト、ちょっとこっち来て。まあね、あんたを待ってたのよ。さ、こっちこっち。すごくキリト君と親しい感じだったし、結局あの人が何なのかはっきりさせた方がいいと思ったわけよね。さあキリトのナンパの手口が明らかになるわよ。キリト君の索敵スキルでも見つけられなかったの？でも一体何のためにキリトをつけ回していたんだろう。むしろそんなことをよく知ってるわね。一人暮らしかどうかってこと、キリト君が聞き出したの？でも、パパの行動の上を行くなんて、すごいですね。注意が必要ってことでしょうか？むしろ、ものすごい懐かれちゃってる感じよね。どう、アスナ？うん、ストレアさんとキリト君の関係は分かった。でも、キリト君に接触してきた理由って結局何なんだろう。一目惚れじゃない？リズ！冗談よ、冗談。バカね。アスナは違う理由で心配してんのよ。とにかく、キリト君はいろいろ気をつけること。あ、总算是解释清楚了吗？那是这里啊，不是这边。キリト。好吧，先去做下一个。下一个是去找立方。立法在商店街，刚才看到他了。哎，这么快不见了，走到里面去了吗？私を聞いてみて。旅のお方、どうか私の願いを聞いてくだされ。なんかね、私たちにお願い事があるんだって。83層に広がる森を訪れてほしい。その奥深く
鬱蒼と茂る木々の間に、遥か昔に置き去りにされた一つのペンダントがある。それこそが私の求める太陽のペンダント。それを見つけて届けてくれまいか。面白そうじゃない。ねえお兄ちゃん、早速行ってみようよ。占い師さん、あなたの願いは私リーファとこの黒の剣士キリトが聞き届けたわ。おお、ありがとうございます。引き受けてくださるとは。されど気をつけなされ。あの森の中には獰猛なモンスターたちが住み着いている。波の戦士では太刀打ちなどできはしない。どれほどの猛者たちがあの森でムクロを晒してきたことか。任せておいて。お兄ちゃんはそんじょそこらの戦士とは違うんだから。ほらね、頼りになるでしょ。さ、じゃあ早速出発しよう。所以这次要跟那个跟他去冒险83针啊，他也跟不去。看一下，果然是刚才我们先做第一个的那个83针的一个风景。去83针。回去找艾吉尔，可能可以解奇物质在那边。よしよし。キリト、攻略組のお歴歴は装備品の要求レベルも高くてよ、仕入れに苦労してるよ。まあね、この辺りのレアアイテムは単価も仮想とは大違いだからな。それで今日の用事は何だ。買い取りだったらお得意様価格で高く買うぜ。ちなみにキリト、その特殊クエストの起動条件は？だよな。でもま、俺たちって情報でなんとなく分かったけどな。その商売人としてこれを逃す手はねえと思っているんだが、側近で払う持ち合わせがあるかどうか。後払いでいいのかよ。ログハウス、家を一軒買っておけってのか。そうさな。そりゃこれはいいドロップ品だ。希少価値も高い。今なら買い取りたいって金持ちはいるだろうさ。だがそれでも家を買おうってんなら
まだ足りねえだろうな。まあいいさ。俺とおめえの仲だ。一つ貸しってことで、なんとかうまいことやっておくよ。OK， 那个买木屋的事情告一段落。接下来就是去接任务跟去83层找那个跟丽法一起接的那个路。よし。哟，丽法这边。那你那你。就对吧，お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。走吧。然后顺便去接一下布告板的任务。キリト。よう。诶，这我们还有个固定收藏家的，之前不是做了吗？82层的我那个风景啊，只有我自己在做。这个新任务，把回忆还给我。83层充满回忆的项链。然后还有一个散步的什么，从83层剧毒蘑菇身上收集毒包子4个。暂时将先，好吧，出发。83层，到水平之绿地。这里下那人家，这边也可以上。那我看到上面有一只大螃蟹，看见没有？哦，好大螃蟹，先打大螃蟹。就是你吗？你不算。其实我都不知道走哪里，走这边，这边不能走。这是 mini boss 那大螃蟹，我还要钓什么7个东西？顺着水走下去。就是这边了吗？啊，お兄ちゃん、きっとこれだよ。太阳吊坠。綺麗だけど。デザイン的に何か足りないって感じがする。こう、
なんていうのかな、別の何かと対になってて、一つのデザインとして成立するっていうか。ペンダントが、光った？私の名は、太陽のペンダント。あり。うわぁ！しかも喋った！その勇者たちに、ぜひ叶えてもらいたい願いがある。聞いてもらえるだろうか。私と月のペンダントを再び巡り合わせてはもらえないだろうか。彼女とせめてもう一度。光が消えちゃった。お兄ちゃん聞いてきたよ。やっぱり占い師さんのセリフ変わってた。うん、太陽のペンダントと月のペンダントはペアのアクセサリーなんだって。かつて名を馳せた若き天才彫金師が自分の覚え人のために作ったペンダントでね、二人はそれぞれ太陽と月のペンダントを首にかけて互いの愛を誓い合ったの。そして仲睦まじく暮らしていたんだけど、そんな幸福も長くは続かなくって、禁忌を犯し神に嫌われた二人はついに引き裂かれてしまったってことらしいの。そう、そこはちゃんと話してくれなかったけど、彼女は神様の手によって天空の世界へとさらわれ、二人は決して会えなくなってしまったの。その時、彼女の落とした月のペンダントが85層に落ちたんだって。二人はもう死んでしまったけど、思いのこもったペンダントを引き合わせれば彼らの寂しさも和らぐだろうって。うん、絶対会わせてあげようね。贵重物品太阳吊坠，另外一个月亮吊坠在85层，所以应该是没有这样快可以拿。好的，哎，自己回来这边，我的冒险还没有玩的时候，就会用手杖跑出来外面。寻找月亮吊坠，嘿。诶，不是这边吗？诶，直走，不理他嘞。蘑菇，诶。行的物体会被记在这个地义，这里有些什么特别意图？什么特别意图？它不是蘑菇。Hello。行くよ。完全看不到我的镜头，我得回一次。帅，带两个蘑菇放这边，再走这边吧。跟着蘑菇前进。帅，这里分岔路在哪里？这边。蘑菇就是你的任务的。食らうかよ。秒掉！
哎，充满回忆的项链找到了。对，原来是这个功能。矿石流水矿五个。好的，我继续去探险吧。好，拿到了第四个红包子。搞定。然后这一层也探索到七七八八了，要去下面了。过森林二，分岔路，走一步看一步，主动攻击的这些，看一下，加油吧各位！好像是哥布林的那个存在的，我这个，另外一个嘞，这边是森林二路，走森林二路。附近的特殊怪物，全器击破。好，它是怪物，应该是这只会发烟的。格挡，格挡的招中。加油吧！来，いくよ！后面一只小树跑进来，喂喂，被啃射招，搞定。获得 boss 情报。定。这个地图就是只有那只特殊 boss 罢了，现在我们就回去刚才那个地方了，那个测布林城寨是吗？可是这边我下次再冒险，那今天我的时间也是差不多了。好吧，今天的时光到这边为止，谢谢大家，拜拜。